室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はこの夏ザラで私が購入してきたものをご紹介したいと思います。ザラ同士で組み合わせるものもあれば、ちょっとねもっと高見えに見えるようなプラスアルファ、私の私物と一緒に合わせて、コーディネートをご紹介したいと思います。でね、ザラのいいところ2つあります。1つは発色がとてもいいということ、でもう一つっていうのがトレンド感満載なんです。というわけで、まずどんなものを買ってきたのかご覧いただこうと思います。早速お伝えした、これを買ってきました。すごく綺麗でしょ。私の街では履けないって言われてしまいそうかもしれないんだけれど、はい、ものすごく綺麗なので、これねセールでなんと5,990円のが2,590円だったの。こういうねザラの商品の中で一番いいのが、ちょっとねこういう地厚なもの、少しこうやって伸びたりとかするチノフィットっていうシリーズなのね。地厚な素材でこの金額っていうのは絶対買い。それから今年グリーンとか、あとはイエローももちろんそうだし、白黒っていうのも今年のトレンドでもあるの。だからちょっとね色を入れることによってトレンド感がものすごく表現できます。これ後で履いてみますね。はい、それからこちら、じゃじゃん、あ、また白って言われそうなんだけど、すごく気持ちいいの。ここ T シャツ素材、下がこういうねレースになってるの。サマーレース、子供の頃に着たようなちょっと透け感のあるレース、コットンレースです。これを購入しました。なぜこれ購入したかっていうと、コットン 100% で4,990円、この金額でこのボリュームっていうのはね結構高見えするものだから、これも買い。ただね、私これ S サイズにしたの。結構分量、ザラってね結構サイズが難しくって、すごく大きいのかな、やっぱり日本人は S とか XS でも十分な人が多くて、あとは私身長が171センチだからなんとかこれいいんだけど、前がね少し短くなってて、後ろがねちょっと長めのフィッシュテールっていうまではいかないかな、ちょっとだけ後ろが長くなってるのね。でストンとしてて、もう本当に近所にお買い物行くっていうのもいいし、あとはもうここにキュッとねベルトでもセーターでも巻いてもらえれば十分可愛らしい身長の方も着ますし、することができると思う。はい、次これです。じゃじゃん、スリットの入っているスリップドレスです。これはねM サイズを購入しました。4,990円。まあ高見えはそんなにしないかもしれないけれど、 GU さんなんかでも実は今年出してます、こういう感じで。もやっぱりね素材感はねザラの方がちょっとねなんシルキータッチ、シルクみたいな感じだから、割とまあ高見えするかなっていう感じ。はい、以上3点を購入してきました。これをねご覧いただきたいと思います。というわけで、まずこちらからチェーン、じゃじゃーん、はい、こんなコーデに出来上がりました。いかがでしょう。このヒールとか合わせてもいいかなと思ってます。はい、というわけでコットンのね本のジャケットです。1週間コーデの時も着てました。でこのパンツね、後ろちょっと見てもらえる、ここほらだいぶ余ってるでしょ。でもこうやってジャケットと着てしまえばね、そんなには気にならないかなと思って、そのうちちゃんと直すけど、そんなには気にならないでしょ。そう、気になる人ごめんなさい私ちょっと気にならなかった。ちょっと待って、今度まで直しとくね。はい、でね、前もお伝えしたように、もちろんビジネスの場合はちゃんと避けておいてもいいんですけれど、おなれ感を出すために手首を出していただいて、はい、爽やかに仕上げてみました。これさっき私着てたトップスなんだけれど、このねこれだけ激しいというかはっきりしたイエローと紺っていうのは、本来もともと
補色って言ってね、反対色って言ったらいいのかな、残像が残る色同士なのね。ハレーションを起こすって言ったらいいかな。ずーっと黄色を見た後、白いところをパッと見るとちょっと紺とかね、そういうパープルとかね、そういう色味に変わっていくの。それが補色関係って言うんだけど、だから要はね、ちょっと目がチカチカする感じのコーディネートになってしまってはいけないので、ここにね、白いベルトをアクセントとして巻きました。このベルトの方がこのパンツより小さいので、ギリギリのところで留めてますけれど、はい、これが見えないようにちょっとずらしたりなんかして、はい、小技を聞かせてみました。はい、いかがでしょうか。こうやってね、まあ、なかなかこれビジネスの時にここまで全部ちょっと上半身肩出しちゃうのは良くないと思うので、はい、これぐらいな感じでちょっと肩に羽織るっていうのもありですよね。ザラのね、発色がすごくいいって話したじゃない。で、もともと日本の和の色って割とこうわびさび系な色が多いんだけれど、こういうザラとかね、もともとのそのグランメゾン、イヴ・サンローランだったりとか、まあ、アメリカだけどラルフローレンだったりとか、最近綺麗な色出してるのね。ヨーロッパとか、まあ、欧米の人って比較的こういう色を、綺麗な色を出すやっぱり技術っていうのがすごく長けてて、日本のメーカーよりも海外のメーカーの方がこういう本当に鮮やかな色ってとっても上手なの。なのでトレンドのカラーなんかはぜひともザラでね、取り入れてもらいたいなと思います。ジャケットあんまり着る機会がないよっていう方に、これ以前ねユニクロで購入したプレミアムリネンシャツ、こういうものを合わせてさらりとカーディガンみたいに背負っていただいたり、でもしこれがね、もっと抜き襟にしてこの状態でちょこっとだけ肩見せてしまうっていうのも、ね、大人セクシーの出来上がりです。前止めていただいてもいいですよ、1個か2個でね。これ上がね、インナーとジャケットもしくは長袖のシャツ、上がね全部同じ色でこうまとめてあると、こういう派手な色を使っててもなんかこうまとまり感があるのね。これ白でもそうだし、違う色でもそうなの。だから3つ違う色っていうのは、おしゃれ上級者にしたらそういうことやってる人もいると思うので、例えば赤い靴、黄色いパンツ、青い綺麗な真っ青なシャツ、白い、インナーとか、いろんな色を混ぜる場合はそれはそれでルールがあったりとかするんだけど、全部同じ鮮やかにするとかね。だけど割とこういう風にやって、トップスインナーは同じ色、下だけちょっと派手っていうと、それはそれでまとまりやすいの。というわけでもう一つね、私のお洋服からクローゼットの中から出してきたので、着替えてみるね。はい、最後はこちらです。はい、白を合わせてみました。ちょっとね、長めの自己紹介の時に確か着てたブラウス、シャツブラウスなんだけれど、ね、前ここボタンをちょっと開けて足がちょっとだけ見えるようにね、白をね合わせるとこういうはっきりとした色でもガラリと夏仕様な感じの爽やかな印象になりますよね。こういう派手な色の時はなるべく白と合わせて爽やかさをプラスしてみるのがおすすめです。このワンピースです。こんな感じ、 T シャツ素材だからものすごく楽ちんで、ちょっとねここがね空いてるのでインナーにエアリズム着てます。白はね意外と汚れるから嫌だって思う方も多いかもしれないんだけれど、真っ白だからね、ある意味漂白とかもできるので、私白ってきちんと洗濯してきちんと使ってあげるとすごく使いやすいアイテムというか使いやすい色なの。はい、こんな感じで合わせてみました。はい、中からね、ここのスリットからちょっとこの下のドレスの部分、裾の部分を出してみました。どうですか、可愛いでしょ。例のごとく腰に巻いてもいいし、肩に背負ってもいいし、はい。でね、この黒いスリップドレスとこのワンピース、白いワンピース、同じ金額って言ったじゃない ?4,990 円。高見えするのはこの白いワンピースの方かなと思うの。同じ金額っぽくないかなって。たださっき言ったように、ね、ちょっとシルクっぽく見えるので、
そこがちょっと他のブランドよりはまあまあ高く見えるかな。 100% リオセルって言って天然素材ではあるのね。木から来てるのかな。どれにしても天然素材なので、こんな感じでビーチに行くもよし、バーベキューするもよし、近所にお買い物行くもよし、キュートなコーデだと思います。この間買ったユニクロのリネンの年梱包のノースリーブのブラウスを上に着てみました。こんな着方もね、白いスカートを履いてるような感覚で合わせてみてもいいのかなって。こんな感じでちょっと高見えじゃない。はい、こんな感じで仕上がりました。低身長さんにはこういう感じでブラウジングしていただいて着てもらってもいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ザラの高見えコーデでした、ね、この夏買うべきもの、ぜひまたね、ザラってちょこちょこ行くと新しい商品入ってたりとかするので、こういう鮮やかな色とかぜひトライしてみてください。夏だからこそね、鮮やかな色って試せるかなって思います。それからサイズがね、人気だからすぐサイズがなかったりとかして、あ、このサイズがもうちょっと小さかったらとか、もうちょっと大きかったらっていうのがあると思うんだけど、ワンサイズ上のものをね、試着してみてすると意外とね、こういうパンツなんかももがあったりすごいすっきりして見えて、逆に痩せて見えたりとかするから、サイズをね、上のものをこう選ぶことを躊躇しないでもいいかなっていうふうに思います。綺麗に見えることが一番大事だから。はい、というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。バイバイ。